1875年にグラップ望遠鏡紹介が製造した VP エンゲル天文台の12インチ屈折望遠鏡の課題グラップ望遠鏡紹介が製造したウィーン大学の27インチ屈折望遠鏡グラップパーソンズは英国の入ッするアポンタインを拠点とする天体望遠鏡や双眼鏡を製造販売する会社日本語の公式名称は サーハワードグラッブパーソンズ株式会社である。サーがつくのは会社創立者がイギリス王室よりサーの称号を賜ったため。初期にはグラッブ商会と称し、その後合併、買収を経て、現在は英文名称が公式。英国の大型望遠鏡メーカーとして天体望遠鏡や双眼鏡の開発、販売を行っている。 光学レンズ及び光学反射鏡、そしてイギリス式赤道儀の大型メーカーとして知られ、現在は天文台活動を停止し博物館となっているグリニッジ天文台用の観測機器なども制作した。現在はイギリスを代表する大型光学部品を制作するメーカーとして知られ、大型反射鏡や宇宙望遠鏡用の精密反射鏡の制作なども行っている。他には、 ドクター人伝が研磨を行う人伝鏡が知られているが当社でも取り扱っている。トーマス・グラブによってグラブ望遠鏡紹介として1833年にダブリンで設立された。トーマス・グラブは1864年に彼の息子のハワード・グラブと共に高品質の光学機器を生産した。グラブは同様に正確な電気駆動の時計仕掛けの 赤道儀式課題の製造でも知られた。19世紀に手掛けた望遠鏡には直径48インチの主鏡がスペキュラム合金製の反射望遠鏡であるメルボルン大望遠鏡、ウィーン天文台の直径27インチの屈折望遠鏡、アルマシュ天文台の直径10インチの屈折望遠鏡、1893年当時、 イギリスで最大のグリニッジ天文台の28インチ屈折望遠鏡、コーツ天文台の10インチ屈折望遠鏡が含まれる。1887年、グラッブの工場はカルトジュシエル国際写真製表計画のために7台の天体写真儀を製造した。合計13インチの屈折望遠鏡はすべて同一の写真看板を使用するように設計された。 1925年、チャールズ・アルジャーノン・パーソンズによって買収され社名が変わった。現在も重要な観測機材として使用される、アングロ・オーストラリア望遠鏡や、アイザック・ニュートン望遠鏡、イギリス赤外線望遠鏡、ウィリアム・ハーシェル望遠鏡のような望遠鏡の設計、製造を1985年まで行った。 日本の岡山天体物理観測所以外の大型望遠鏡としてオーストラリア連邦国立アングロ・オーストラリアン天文台のアングロ・オーストラリア望遠鏡やスペインのアイザック・ニュートン望遠鏡を製造した。ありがとうございます。